一見無関係に見える脳と腸、実は深い関係性があるのをご存知でしょうか。体の中で離れた位置にある器官でありながら、脳と腸は双方向でつながっています。脳だけが全身に指令を出して正しく機能させていると思われがちですが、実は腸は脳とのネットワークを持っているのです。腸管神経系と呼ばれるネットワーク網はなんと1億本。全身のどこに異常があるか、何の指令をどこに出せばいいかを腸が脳に伝達しています。最近ではこのことを脳腸相関と言われています。また腸は第二の脳と呼ばれることもありますが、人間の祖先は腸だけの生命だったことから、本当は脳が第二の腸なのかもしれませんね。つまり脳で考えていることや腹が立つ、落ち込むなどのネガティブな感情、逆に安心感や高揚感などのポジティブな感情も腸と脳の通信によるものである可能性が大きいのです。言い換えれば、性格や気分は腸が決めていると言えるかもしれません。人間の性格を決めるのが人間自身ではなく、人間に住み着いている腸内細菌たちであるとしたら、ちょっと面白いと思いませんか。近年、うつをはじめとした精神疾患と腸内フローラの関連も徐々に明らかになりつつあります。